幼稚園でバザーだぞ。3、2、1、どうぞ。ただいま。うわ、父ちゃん、ただいま。お帰りだろう。お帰りなさい。ああ、まだやってたのか。まだやってたのよ。もう1週間だろ。手袋ってそんなに編むの大変なのか。少なくとも私にとっては。ああ、とにかく飯にしてくれよ。台所に用意してある。3日連続で夕飯カップラーメンかよ。焼きそばもあるよ。おい、まだ寝ないのか。もうちょっと。できてらっしゃるわ。そんな、もうほんとにらめっこで。いえいえ、お上手ですわ。結構自信作だって言ってたよ。上手。そちらの手袋も素敵ですわ。編み物なんか久しぶりだったんで、ずいぶんかかりましたわ。何度もほどいて編み直してたよ。上手。ねねちゃんのママが作ったうさぎも可愛いよね。でしょ。上手。手先が器用なんですね。そんなことないですわ。わあ、絆創膏が痛々しいですね。いつものママじゃない。野原さんのマフラーもうなかなか。そうかしら。本当に本当本当、なんていうか温かみのある馴染んだ感じが。そうそう、古着感覚っていうの今流行りの。あ、そうそう、ヴィンテージジーンズみたいな。あ、そうそう。そうかしら。ものはいいようですね。しんのすけ。なんか怖い。ママ頑張ってたからうさちゃん売れてほしいな。そうだね。僕のママも毎晩遅くまで編んでたし。俺の母ちゃんも頑張ってはいたぞ。そうだろうね。あれ、そういえばしんちゃんのママも手袋編んでなかった。俺の母ちゃんには手袋はちょっとヨーデルが高すぎたみたいだぞ。それを言うならハードルが高すぎた、だろ。そうとも言う、レイヒきっと風間くんのママのカーディガンが一番に売れるよね。そうかな。マサオくんのママの手袋もいい線いってると思うけど。ね、うちのママのは？あのウサちゃんも可愛いからきっとすぐ売れるよ。そうそう。でも、ぬいぐるみっていうのもありがちですな。ウサちゃんってのがまた当たり前だし。よかったらどうぞ。いかがですか。当たり前でもありがちでも可愛いんだからいいんじゃない。そう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 。でもあっちにもっと可愛いの売ってたぞ。一つになってる。バラ売りにしたの。バラバラに。あ、いや、見せていただけます。どうぞどうぞ。
うかしら。まあ、ありがとうございます。あ、心配しなくてもみんなのもすぐ売れるよ。自分のママのが売れたからって。余裕だよね、風間くん。そんな、何でも順調にいく風間くんには僕たちの気持ちなんてわからないよ。オーバーだよ、二人とも。また風間くん上から目線で。なんでだよ。この手袋ください。はい。じゃあ私このウサちゃんを。ありがとうございます、ママ。よかったね、ママ。なんだか感激ですわ、自分で作ったものが売れるなんて。本当ね。しんのすけのママのもきっと売れるって。そうそう、しんちゃんのママだって一生懸命作ったんだから。ま、努力だけ買ってくれればいいぞ。1億万円で。あ、私ちょっと行ってくる。トイレ？いちいち言わないの。じゃあ僕も、僕も行く。うわ、じゃあオラも行きますか。冷えてきましたわね。なんか温かいものを買ってきますわ。お？うう、すっきりしましたな。あ、しんのすけ、よかったね、しんちゃん。え、野原さん、おめでとう。売れたわよ。え、嘘、本当に？あんなの一体誰が。わあ、父ちゃん、おかえり。おいおい、行ってらっしゃいだろ。お前も早く着替えろよ。ブラジャー。うわ、父ちゃんもいいとこありますな。足臭いけど、超臭いけど。うっうっうう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。父ちゃんのラブラブニュー。さあ、アクション仮面体操でリフレッシュしよう。胸を張って腕を上げて、うわっはっはっは。父ちゃんもやろうよ、アクション仮面体操。猫背になってメケメケ団のポーズ、ビービー。うっ、え、どうしたの父ちゃん。まさか入院になるなんてね。念のために検査して明日結果が出るんだ。きちんと調べた方がいいわよ、長引くと大変だし。ついでに足の匂いも直してもらったら。匂うか。くんくん、病院の匂いと混ざってコクと深みが出てますな。なんだよそりゃ。まあこのところ忙しかったし少し休めってことよ。そういうことだな。ちょっとお茶でも買ってくるわ。じゃあついでにチョコビの病院味も。そんなもん売ってないわよ。野原さん。野原さんを担当します看護師の河合ひとみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほら、野原しんのすけ、美人のお姉さんに愛の看護をされたい5歳児です。面白い坊やですね。それじゃあ検温しますね。あ、はい。あ、パジャマの下で。あ、そうでした、そうでした。父ちゃん、お姉さんが美人だから舞い踊ってるの？それを言うなら舞い上がるだろう。って、そんなわけないだろう。はい。平熱ですね。
オラも測って測って。やめい。それじゃあ何かありましたらいつでもナースコールしてくださいね。え？何かしらこの感じ。好き。あ、やだ。私何を。父ちゃん、今のは。そのなんだ、つまり。オランチに新しいママが来るんだね。おいおいおい、ありえないだろう。俺に不倫だなんて。不倫？いや、風林火山の小説でも読みたいなと思ってさ。いてててて。無理しちゃダメよ。じゃあ私たちはもう帰るわね。あ、じゃあ父ちゃん頑張って。はいはい。野原さん。はい。点滴取り替えますね。お願いします。しかし、ひとみさんは偉いですね。大変な仕事なのに嫌な顔一つせずに。少しでも患者さんの助けになりたいと思って。そうなんですか。ここにいるとなんだか落ち着く。え？野原さん、私この気持ちを抑えることができない。え？まさかこの子本当に俺のことを。今頃パパは一人病室で寂しがってるかもね。いや、美人の看護師さんとラブラブかも。オラも入院したい。何言ってるの、そんなわけないでしょ。じゃあオラ父ちゃんに聞いてみる。え？ひとみさん。あ、もしもし。父ちゃん、もしかしてお姉さんとラブラブ？ね、何言ってるんだよ。ごめんね、しんのすけが変な電話して。じゃあゆっくり休んでね。奥さんからですか？ごめんなさい、私。さん、検査の結果軽いぎっくり腰でしたので今日退院していいですよ。そうですか、ありがとうございました。もう痛みもだいぶ引いたな。ひとみさん。野原さん。ひとみさん、今日退院できるそうですね。ええ、おかげさまで。野原さんがいなくなると正直寂しいです。この子は積極的だ、ぐいぐい来る。だが俺には妻子が。家族を裏切るわけにはいかない。きっぱりと断らなければ。ひとみさん。大丈夫ですか？はい。違うんだ、ミサエ。でもお姉さん、父ちゃんのことが好きって言ってたぞ。はい、好きなんです。それはその、私、野原さんの足の匂いが好きなんです。どういうことなの？野原さんの足の匂いが病院のアルコール消毒の匂いと混ざると、ふるさとのおばあがよく作ってくれた島の古漬けの匂いとそっくりになるんさ。もうその強烈な匂いが目にツンときて、懐かしくってもう涙が止まらないんさ。おばあ、私埼玉で頑張ってるさ。野原さん、お世話になりました。退院おめでとうございます。なんくるないさ。カレーには何がついてくるさ。
トランシーバーがややこしいぞ。じゃーん、アクション仮面のトランシーバー。いつもおケチな母ちゃんが買ってくれたんだぞ。で、トランシーバーって何？知らないで買ってもらったのかよ。ちょっと貸して。ここの丸いボタンを押して。ほい。あ、聞こえますか？聞こえるぞ。丸いボタンを押して喋れば離れた相手と話せるのさ。スマホみたいなもんですね。全然違うよ。このトランシーバーは距離が遠すぎると途切れちゃうし、混線しちゃうことだってある。混線？混線って何？別のトランシーバーが近くにあったら、そっちと通信がつながっちゃうんだ。ふうふう、それは困ったもんですね。もう近くにいるから普通に話せよ。え？まあトランシーバーなんてネットもメールもできないし、僕にはスマホがあるから。風間隊員、緊急事態です。何？どうした？野原隊員。いや、あ、風間くんも本当はこれで遊びたいんじゃないの？こちらマサオ、今のところ異常はありません。何かあったらまた連絡します。了解。こちらは綺麗な石発見。あ、ほんと綺麗だね、その石。トランシーバーって楽しい。次はボディーガードごっこしよう。誤差なし。あ、前方に水たまり発見。飛び越えます。マサオくん、大丈夫？尻もちついちゃった。ズボン濡れちゃってるでしょ。おもらししたみたい。違うよ、これはそうじゃなくて。僕、マサオくんの家から新しいズボン持ってくる。え、いいの？マサオくんはそこの茂みに隠れていて。わかった、ありがとう。トランシーバーを使ってかくれんぼか。さあ、しんのすけ、僕はどこかな？風間くん、どこにいるの？風間くん！じゃあヒントだ。僕がいる場所は暗くてちょっと狭いところだ。暗くて、あれ、切れちゃった。あいつ遠くに行ったな。クズメくん、クズメくん、聞こえますか？ぼうちゃん、まだかな。もしもし、聞こえる？もしもし、クズメくん、はい。早く来てよ、寂しいよ。え、そんなに会いたいの？会いたいよ、寒くても泣いてきちゃった。クズメくんがオラに会いたくて震えてる。しんのすけ、じゃあ、あなたから会いに来て。僕が行くの？だって行かない。ちょっと、坊ちゃん、なんで？しょうがないな。しんのすけのやつ、何やってるんだ？おい、聞こえる？あ、つながった。聞こえるよ。いつになったら見つけてくれるの？ごめん、こんな格好だから恥ずかしくて。こんな格好？すぐ見つけるからちょっと待ってて。どうしよう、坊ちゃん怒ってる。しんのすけのやつ、どんな格好してるんだ？すわー。全然見つからない。ねえ、まだ？ごめん、もうちょっと。しょうがない、会いに行ってあげるか。いいの？よかった、ズボンは持ってるよね。ズボン、持ってるっていうか、履いてるっていうか。履いてるの？そのズボン、早く脱いで僕のところに持ってきて。今履いてるズボンじゃダメなの？ダメだよ、そっちのズボンがいいの。どのくらい欲しい？すごく。もっと熱い言葉で。いや、ものすごく。ズボンの気持ちになって考えてみると。
はあ、あなたのズボンは今どんな気持ち？もういい加減にしてよ。うわ、早くそのズボン脱い。うわあ、今日の風間くん積極的。もうどこにいるんだよ。しんのすけ何やってるんだ。おい、しんのすけ。しんのすけ。うわあ、風間くん。オラ、交換ならいいよ。あ、オラと風間くんのズボン交換するならいいよ。お前何の話してるんだよ。じゃあお互いせーのでズボン脱ぎますか。おいおバカ、やめろ。マサオくん、お待たせ。パパ、もしもし。坊ちゃん、坊ちゃん。パ、マサオくん、さっきは怒っちゃってごめん。何？あのね、僕頑張ってズボンの気持ち考えてみたよ。え？ちょっと恥ずかしいけど聞いてくれる？ズボンの僕はどうして濡れているんだろう。僕が泣いているからだ。別に悲しくもないのに。ああ、早く乾きたいよ。早くご主人様のお役に立ちたいよ。どう？僕のズボン。しんのすけ脱いだな。まあ風間くんせっかちなんだから。もう、あらら。なんでマサオくんと坊ちゃんがいるの。しんちゃんと風間くんこそ。これ僕のズボン。あれ、そのトランシーバー。あ、同じ。もしもし、ポーです。ご機嫌いかが。え？